互い変異性、互い変異性、互変異性は、互い変異性体、互変異性体を生じる現象である。互い変異性体とは、それらの異性体同士が互いに変換する、異性化の速度が速く、どちらの異性体も共存する平行状態に達し得るものを指す。異性化の速度や、平行比は、温度や pH、液槽化多消化、また、溶液の場合には、 溶媒の種類によっても変化する。平行に達するのが数時間から数日の場合でも、互い変異性と呼ぶことが多い。互い変異性と共鳴は表現はよく似ているものの、全く別の概念である。互い変異性は化学反応であり、の表現で、二つの異なる化学種 A と B が存在して、相互に変換されるのを表しているのに対し、共鳴は、 量子力学的な電子の配置の重ね合わせを表して、折り、の表現で、ある物質の真の構造が A と B の中間的な構造、共鳴混成体であることを表している。互い変異性はその異性化反応の形式からプロトン、互い変異性、核内互い変異性、原子化互い変異性、関差互い変異性といくつかに分類される。代表的なものに、 ケトエノール異性がある。これはプロトン互い変異性の一種である。プロトン互い変異性は、プロトンの1、3点移による互い変異性である。通常 X と Z の少なくとも片方は、電気陰性度の大きいヘテロ原子である。この互い変異性は酸、または塩基によって促進される。酸の場合には、プロトン化された、反応中間体 HX。 y イコール zh を、塩基の場合には、脱プロトン化された、中間体 x, y イコール z を経て異性化が進行する。ケトエノール互い変異性は、蒸気のプロトン互い変異性の反応式で、x イコール y イコール c, z イコール o にあたるものである。r, c, h, c, r で表される構造を、ケト型といい、r, c イコール c, r で表される構造を、 エノール型という。この関係を持つ互い変異生体の一例として、アセトアルデヒド、ケト型とビニールアルコール、エノール型がある。炭素酸素二重結合に対して、炭素炭素二重結合は相対的に不安定であり、一般的なカルボニル化合物では平行は大きく、ケト型の方へと偏っている。そのため、分光学的手法を用いても、エノール型を確認するのは、 通常不可能である。しかし、カルボニル元の αi のハロゲン化反応などが進行することからエノール型が微量ながらも存在している子がわかる。なお、1、3次カルボニル化合物、例えばアセチルアセトンやアセトサクサムエチルでは、エノール型がカルボニル元と炭素炭素二重結合の協約によって安定化されるため、平行状態で十分な割合のエノール型が、 存在し各時期共鳴分工法などで確認できる。環状化合物ではこの傾向はさらに強まり、1、3、シクロヘキサンジオンでは逆にエノール型のみが確認できる。また、1、2次カルボニル化合物も、環状化合物ではかなりの割合でエノール型で存在す。X、Y、Z の組み合わせによって多数のプロトン互い変異性が知られている。 各内互い変異性はプロトン互い変異性の一種で、あり、X、Y が方向間に組み込まれているものを指す。代表的な各内互い変異性は、ケトエノール互い変異性でもあるに、4、シクロヘキサジエノン、ケト型とフェノール、エノール型の互い変異性である。方向属化による安定性からエノール型であるフェノールのみが確認できる。同様に、 シクロヘキサマイナス2、4次元マイナス1、移民、移民型と、アニリン、エナミン型では、方向属であるアニリンのみが確認切る。しかし、ヘテロ方向属化合物では、必ずしも方向属化した互い平異性体が安定とは限らない。2、ピリドン、ラクタム型とに、ヒドロキシピリジン、ラクチム型のラクタム、ラクチム互い平妊性では、前者が中と、 片小中で優位、後者が非極性溶媒中と基礎において優位であることが紫外吸収スペクトルなどから知られている。一方にピリジンイミントにアミノピリジンでは方向属し下,下にアミノピリジンだけが観測される。DNA や RNA が持つ核酸塩基も核内互い変異性を示す。通常それぞれの塩基は安定なケト型やアミノ型を取っているが、 それらが不安定なエノール型や意味の型へと互い変異性化することで本来ミスマッチで好まれないはずの塩基体を作ってしまう。このことは1万から100万無塩基の中で1、塩基程度の割合で起こるとされる DNA ポリメラーゼ上の偶発的突然変異の原因の質と考えられており構造科学や分工学、計算科学による検討が行われているトピックである。 原子化互い平異性は、原子化が2以上の原子同士の結合が変化するような、互い平異性である。化合物の骨格が異性化するような互い平異性になる。この互い平異性は過逆な転移反応と言える。例えば室温でコープ転移を起こすブルバレン誘導体は、原子化互い変異性を起こす、置換気のないブルバレンのコープ転移性生物は、 ブルバレンであるので互い異生体は存在しないまた、チオアミドが2個連結した化合物は4因環状の化合物である1、2ジチエットと互い変異生体として存在することが知られている。関左互い変異性は、ある作上分子が過逆な平感反応が可能な場合に、起こる互い変異性である。この場合、作上化合物と環状化合物が互い変異生体となる。 この互い変異性を起こす代表的な例は4、ヒドロキシケトン、またはアルデヒド5、ヒドロキシケトン、またはアルデヒドで分子内ヘミアセタールの形成によって、ラクトールと互い変異性を起こす。通常は、ラクトールの方が安定である。ペントース、または、ヘキソースはこの構造を持つため、サジ化合物と環状化合物、五因間の場合には、フラノース、 六ン間の場合には、ピラノースと呼ばれるの間で、互い変異性がある。分子内ヘミアセタールの形成の際には新しく、不正炭素が生成するため、生成する互い変異性体は一体のエピマーとなる。このエピマーは、アノマーと呼ばれる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。